回ご紹介するのはファミリーレストランの老舗ロイヤルホストです。ロイヤルホストはこの2021年に50周年を迎えました。この50年の歴史、実は時代とともに社会の動きに合わせて様々なアップデートをしてきました。50周年の記念メニューも大変美味しそうです。ロイヤルホストの戦略、これからの展望に迫ります。最近50年という言葉はやっぱりよく聞きますよね。経済が成長する中でいろんなものが誕生した年だなというのは改めてね、この50年後になって感じることでございます。で、まあ、ロイヤルというのはですね、まあ、私の創業期は知りませんけども、まあ、江頭教授という創業者がですね、まあ、福岡でまずは米軍基地からですかスタートしておりまして、で、まあ、中洲にですね、まあレストランを開業しまして、でより、多くの人に、まあこの体験をしていただきたいという気持ちの中でこの、ファミリーレストラン、ロイヤルホストというものが誕生したのかなということはですね、まあ、私も過去のお話から、まあ、知っている知識でございます。まあ私も今、57になりますけども、私たちもやっぱり小学校ぐらいの時はもう家族でごちそうといえばファミリーレストランだったななんて思います。一番のやっぱり競争は価格競争、やっぱりここがやっぱりロイヤルホストの一番のターニングポイントであったのかなと私は思っております。低価格路線という言葉がやっぱり実に出たようにですね、あの時代でやっぱりロイヤルホストは本当にどこに行くんだろうということも、働いている我々も少し不安になったこともあります。お客様からロイヤルホスト高いよなっていう言葉がやっぱり出るようになります。低価格路線には入らずですね、抽象的ですけどらしさとか、ロイヤルのスタンダードとか、ロイヤルの味とかいうことをやっぱりこう守ってきたことっていうのはやっぱり一番大きかったのかなと思ってますね。時代の中でも、やっぱり何を大事にするかということも、本当に重要かなっていうのを知らされた50年かなとは思ってますね。3月に緊急事態宣言が出て、やっぱり接客業ですから、やっぱりそのお客様と触れ合うことが多いと、要は感染リスクが高いわけですよね、はい、でもやっぱり最初はやっぱり世の中もわからないんで、すごくこう恐怖感の方が強かった、そこで初めて向かうゴールデンウィーク営業があったんですけど、はい、初めてテイクアウト営業っていうのが、はい、テイクアウトだけの営業やったわけですよね。で、まあこの時にですね、まあ本当に従業員どう思うのかなと思ったんですけど、やっぱり一生懸命前向いてやってくれたなっていうのが一つあったり、もちろん我々もたくさんいろんな準備をしたりして、常連さんなんかが結局買いに来てくれて、おばあちゃんとか店来れないけどもテイクアウトが買えるなら買ってきてっていうことで買いに来て、来たいけど来れないけども、そうやってテイクアウトっていうことが、まあ、一つその、まあ、需要といいますか、あることによって別の意味でロイヤルホストを楽しんでいただけるということがあったんで、まあ、もちろんどこの今飲食業でもテイクアウトデリバリーとかそういった言葉があるように、まあ、そのことが少しやっぱり目立ってきたといいますか、我々としても新しい販路として見えてきたんだなとは思っています。調理におきましてはですね、やっぱりロイヤルホストはお店の一手間っていうのが一つ重要になってきますし、かという一方ではそのセントラルキッチンの強さというのがありますので、まあ、このことがしっかりうまく使えていくということで、よりお客様に美味しい料理を出したいということです。例えばお肉であったらですね、チルド庫というところでですね、新鮮な状態で保管してます。でこのお肉はアメリカから、船に乗ってくるわけですけども、もうアメリカでパッキングされたものがそのままお店に来ます。でお店ではパッキングを開けて、まあトリミングする、要は原木というんですかね、まあ、それだけ、まあ、このことに対してはみんなプライド持ってやるよということで、やっぱりみんながそうやってお肉をさばけるようにしていくっていう、まあ、集中して訓練するところはしていって、集中して鮮度高いものは出そうよという、まあ、今であればお肉、そして野菜、まあ、これは全部そういう鮮度高いです。ただし、今回こんなようなものすごい難しそうなテリーヌみたいな、こういうのは工場の技術を持って出すので、もう封を開ければすぐ出せると、で最後の一手間だけは何か作るんです。まあ、こういうことを明確にしながら商品設計をしていくということが重要かな。